これでは旅はできまい。俺のせいで気にするな。こんな怪我すぐ治る。先に行け。将、せがれは心配ない。修験達の居所は今はわからない。しかし代わりに信頼できる人物を紹介しよう。唐李昌、香港の老子の一人だ。住所はここに入っている。ありがとうございました。花咲、葉月くん、脅かしたか？ううん、大丈夫。でも違う意味で驚いちゃった。違う意味？だって葉月くんのことをお祈りしてたら、葉月くんが突然現れたんだもん。俺のこと？香港に行くんでしょ、葉月くん。どうしてそれを？福原さんを問い詰めて聞き出したの。だってこのところ葉月くんの様子が。そうだったのか。葉月くんの性格分かってるから私何も言わない。でもこれだけは持っていって。どんなことがあっても葉月くんを守ってくださいって一生懸命お願いしてあるから。原崎、よかった、葉月くんにちゃんと渡せて。カナダに戻る準備がいろいろあって、ここのところ結構忙しいんだ私。そうか、原崎はもうすぐカナダへ。私帰るわ。ああ、気をつけて帰れ。うん。二人とも旅立つのね。もっと時間が欲しかったね。Thank you.